はい、9月13日金曜日の朝8時41分になりました。府中アスレのマルチスポーツ情報後半戦のキックオフです。このコーナーの後半の10分間はですね、毎回いろいろなゲストを招いてお話を伺っていく時間となっております。第15回目のゲストなんですが、NPO 法人府中アスレティックフットボールクラブの事務局の、トップスポーツ推進グループのグループリーダー伊藤隆弘さんです。伊藤さん、本日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、それでは早速なんですが、伊藤さんの方から簡単に自己紹介をまずしてもらいましょう。はい、皆さんおはようございます。府中アスレティックフットボールクラブ事務局員の伊藤隆弘と申します。はい、私はこのクラブに入って今シーズンで8年目となるんですけれども、クラブでは主にフットサル男子トップチーム、立川府中アスレティック FC の所属する F リーグに関わる運営業務全般を担当しております。具体的にはホームゲームの運営はもちろん、アウェーゲームや、試合外での、チーム運営、サッカーフットサル関連団体や、スポンサーサプライヤーの窓口対応等を行っております。はい、ありがとうございます。では私の方からじゃあまずですね、伊藤さんにいくつか質問をしていきたいと思います。はい、で今、自己紹介の中でも少し業務のことあったんですけども、具体的にもう少し具体的にトップスポーツ推進グループというのはどういう仕事をしているかもうちょっと教えてください。はい、先ほど自己紹介で、もうお話しさせていただきました通り、フットサル男子トップチーム、立川府中アスレティック FC、フットサル女子トップチーム府中アスレティック FC プリメイラ、そしてチアダンスチーム、アスレファンタジスタの、活動またその取り組みを文字通り推進していくグループとなっております。クラブのメインコンテンツである、3チームの成績はもちろん、魅力や価値を高めていくためにさまざまなことにトライしていくようなグループになっています。このグループには先日このラジオに出演したインターンの草場君や、スポーツを支えるという側面から活動するスポーツプロモーションカテゴリーのメンバーで構成されています。ね、じゃあですね、伊藤さんはじゃあこの仕事を始める前なんですけど、もともと浦安市総合体育館に勤務していたと聞いたんですけど、はい、そこからどうやってこのアスレにたどり着いたんですか。はい、浦安総合体育館では、アスレと同じように、F リーグで戦うバルドラール浦安というチームがあるんですけれども、そのチームの試合をその体育館で見たというのがきっかけです。浦安総合体育館に就職した後も、漠然とフットボールの、仕事に就きたいなというふうに思ってたので、そういう F リーグの舞台を見たときにまたこういう世界があるのかなというふうに感じて、そこからと思いが再燃して、サッカークラブ、フットサルクラブというところに手当たり次第もうアプローチしてきました。そんな時に、私の大学時代の友人が、アスレを紹介して、いただいて、クラブで働かせていただくこととなりました。そういうことですね。じゃあ元はもうバルドラール浦安派ですねかもしれない。ああ、これは微妙な微妙ですね。まあじゃあ、それは忘れてですね、伊藤さんはやっぱり話聞く通りでサッカーフットサルが大好きでこの業界で働いているということだと思うんですけども、はい、じゃあ子供の頃に遡ると、スポーツってどんなことをやってたんですか。であと、当然今ボールを蹴り続けているという理解でいいんですかね。はい、私は、幼稚園から小学生までずっと水泳を行ってました。小学校の時には、県の選抜に入るくらいまでちょっと頑張ってたんですけども、あまりちょっとお腹が強くなかったので、なんと、はい、中学生からサッカーに、転校して。じゃあサッカーはお腹が弱くてもできるスポーツ。そうですね、はい、陸上なので大丈夫でした。なるほど、はい。まあ、サッカー自体はその大学まで続けて、現在もクラブのエンジョイカテゴリーで、サッカーフットサルを行ったり、あとはチームのトップパートナーである、株式会社タチーホールディングスの、フットボール部の活動にも、誘っていただいて、楽しくアリーナ立川立ちというやってるんですね、はい、楽しくプレーをさせていただいてます。はい、伊藤さん、私からも気になっていることをいくつか質問させてください。はい、いましたね。はい、いましたね。今日もよろしく。はい。まずお聞きしたいのは、スポーツクラブのスタッフに必要なスキルについてです。最近大学でもスポーツマネジメントの学部や学科が増えていて、卒業後の就職先としてもスポーツクラブを検討している学生が増えてきていると実感しています。すでにスポーツクラブでお仕事をされている伊藤さんとしては、こうしたスポーツクラブのスタッフにはどのようなスキルが必要だと感じますか。はい、基本的なビジネススキル、コミュニケーションスキルっていうことはもちろん必要だと思うんですけれども、特に、最近感じていることというのは、今の流行りトレンドを捉えて、それをこのクラブの特性、現状を理解した上でこうどうアジャスト調整して落とし込んでいけるのかなというところですね。
まあ、サッカーフットサル問わず今たくさんのスポーツクラブ素晴らしい企画実施しているかと思うんですけれども、それをそのままこのクラブで、真似して実施してみてもやはり特性だったり状況だったりが違うので、まあ、なかなか効果期待できないかなと思います。まあ、そういったアイディアっていうのを適切に、理解調整実施できるスキルっていうのが大事かなというふうに思います。日々勉強が必要ということですね。なんか返しの言葉入りましたね。はい、私も日々勉強してます。頑張ってください。さすがです。私も事務局インターンとして伊藤さんが日々忙しそうにしているのを近くでよく見るんですが、実際のところ伊藤さんの1日あるいは1週間はどのような流れになっているのでしょうか。はい、主に調整交渉といったような業務が多いですね。毎週末 F リーグ開催されますので、例えばホームゲームの開催の場合だと、試合におけるタイムスケジュールの作成や人員手配、あとはイベントの企画、演出チーム関係各所との調整を行っています。またアウェーゲームの際は、まあ、宿泊施設の手配だったり交通手段もそうですね。相手チームとの情報共有といったような作業が多いです。まあ、それらを同時進行しながら次の試合、またその次の試合といったところの関係各所との調整、交渉を行っていくような流れになってます。なるほど。そうするとやっぱりホームゲームの前日はすごい忙しいんですか。そうですね、まあ、設営があったりするのでなかなかもうそこで1日取られちゃうっていうところもあるので、スケジュール調整が非常に重要かなと思います。なるほど、ありがとうございます。次に、今はお仕事についてお聞きしたんですけど、次は休日についての過ごし方についてお聞きします。伊藤家には小さなお子さんがいるそうですが、やはり お休みの日はお子様と一緒に過ごすんでしょうか、それともまた何か別の趣味とかあるんですか。はい、まあ、サッカーフットサルをすること以外は基本もともと本当にこうインドア派で、休みの日はもう一日中家にいて映画だったり読書だったり、まあ、漫画ゲームっていうようなサブカルチャー好きだったんですけれども、まあ、本当に去年の10月に子供が生まれてからそこから一気に変わりました。もともと子供好きだったんですけれども、やっぱ自分の子供っていうのは特別やっぱり可愛くて、まあ、1日べったりいて家族3人で過ごすっていうのが多いかなと思います。なるほど、いいですね。はい、ですね、はい、憧れます。はい、憧れるんだ。憧れます。じゃあ話は変わるんですけど、はい、伊藤さんは F リーグに所属するフットサル男子トップチーム立川府中アスレティック FC の運営に関わることが多いと思いますが、この日本最高峰の F リーグの魅力、そして見るスポーツとしてのフットサルの魅力は何だと思いますか。はい、やはりフットサルにしかない、迫力、細かな駆け引きというのが魅力かなと思います。ことが近い分、選手の熱量やぶつかり合いスピード感といった迫力が、ダイレクトに伝わってくるというのはもちろんなんですけれども、そこに一瞬一瞬の相手との駆け引きというものも加わって非常に魅力的だなと思います。まあ、これはサッカー他のアリーナスポーツにはない、フットサルの特性かなと思います。まあ、あんなに速いシュートっていうのはその運営をするようになって間近で見てもう本当に驚きました。そうですね、私も同感です。アリーナに府中の方も見に来てほしいですね。そうですね、はい、本当はね、私も同感ですよね。私のシュートの方がすごいですぐらいのね、いつらはことは言ってほしいですからね。はい、はい、次はい、次いきます。で、昨シーズンから立川府中アスレティック FC の F リーグホームゲームはアリーナ立川立飛での開催となっていますが、その点はどうでしょうか。府中からちょっと遠い気もしますが、どのような楽しみ方がありますか。はい、まあ、確かにちょっと遠くなってしまったっていうところはあるんですけれども、まあ、アリーナ立川立飛でのホームゲームというのは今まで府中でやってたものにはないたくさんのチャレンジというものがあるかと思います。他のクラブにはない華やかな演出だったり、迫力満載の試合が、より近くで観戦できる、エキサイティングシート、コートサイドで、フリードリンク飲みながら快適に試合を観戦できる、エグゼクティブシート、またキッチンカー、アリーナ内グルメも充実しておりますので、きっと、満足していただけるのかなと思います。まあ、そして何といっても、今期からクラブに新しく加わったアスレ君にぜひ、会いに来ていただければなと思います。ですね、伊藤さん、せっかくスタジオに来ていただいたんですが、やはりですね、はい、あっという間に時間は過ぎてしまいました。はい、インタビューは残念ながらここまでとさせてください。本日ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、さて今回も終わりの時間が近づいてまいりました。夏木さん、第15回目の総括をお願いします。はい、2週連続でアシスタントパーソナリティを担当することができて大変勉強になりました。機会があればぜひまたスタジオに来たいと思います。リスナーの皆さん、このコーナーにメッセージやリクエストなどがありましたら、ラジオ府中図の公式ウェブサイトから送ってください。
はい、ありがとうございます。なおこのコーナーではスポンサーを募集しています。ご興味のある企業、団体、個人の皆さん、もしいらしたらラジオフチューズまでお気軽にお問い合わせください。それではリスナーの皆さん、来週もまた聞いてください。よろしくお願いします。さようなら。さようなら。